深澤先生のおしゃべりクッキング、はい、よろしくお願いします。今週も始まりました。はい、クッキングのお時間です。先生、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。あ、皆さん、ありがとうございます。はい、そのことデザート路線に僕それ考えたんですけど、で、それに行ってください。はい、私おかずに行きますか。おかず。はい、はい、京都のおばんざい、はい、シリーズをしばらくやってますが、はい、本日はサラダを2品、はい、はい、おばんざいのサラダを2品ですね。はい、はい、はい、作ってきましたので、はい、ご紹介しようと思います。はい、はい、はい、まずは、はい、お写真ですね。はい、はい、はい、これは簡単です。サラダですね。何サラダですかね、これはね。まず左手、はい、はい、ブロッコリーの、はい、ブロッコリーのからし卵あえ、からし卵あえ、はい、はい、右側、はい、大根ツナサラダですね。大根ツナサラダ、はい、はい、どっちも簡単なんで、うんうん、はい、1回にまとめました。はい、うん、まあ何ていうんですか、お通しっていうかね、はい、そういうサラダ、まあそうなんですけど、なんかなんとなくこう本来のご飯が出てくる前に、うん、まあそうですね、つまみながらね、ビール飲んで、なんかビール飲みたいなとか、そんな感じですね、よそって終わりのね、はい、はい、簡単料理、はい、はい、ですね、はい、はい、はい、まずは材料の写真ですね。はい、はい、もう見たままです。そうですね、はい、はい、はい、左が大根ツナサラダ、大根とツナで、はい、はい、右がブロッコリーのサラダ、はい、はい、はい、もう大根とツナの方には、うん、あの大葉みたいなのがあるんですか。はい、そうですね、はい、はい、じゃあまあそれをかき混ぜるってことですね。そうだね、もうほんと簡単で終わり、ほんとそれだけなんですけど、はい、はい、材料の、はい、テキストですね、はい、はい、はい、こんな感じになってます。はい、はい、今日は2つに分かれてますよ。はい、はい、まず大根ツナサラダですね。はい、はい、大根 300g、 はい、大体4分の1ぐらいですかね、太いやつで4分の1、はい、はいはいはい、大きいやつ、太めのやつで、このやつは4分の1ぐらいで、はい、大葉が、はい、5枚からまあ10枚でも好きなだけ入れてください。はい、はい、シーチキンは、はい、今回1袋、はい、1袋缶詰でもいいんですけど、はいはいはい、まあ、50g のやつ使いました。はい、はい、お塩が大さじ1、はい、はい、結構多いですよ。それはね、うん、味付けに使うわけですか。味付けプラス、はい、あと説明しますけど、はい、水拭きしますね。そう、そういうことですよね。はい、はい、はい、で、まあ、最後の味付けにポン酢を、はい、はい、あ、そういうことですね。はい、はい、ブロッコリー、卵結構使えそうですね、はい、ブロッコリーのからし卵和え、はい、はい、右ですね、右の方で、はい、ブロッコリーが、はい、まあ、1房あれば、はい、はい、はい、で、卵4つ、はい、まあ、これ3つでも全然いいです。これ何人前っていうことなんですか。まあ、特にないですけど、4人分ぐらいに分けてもいいですし、1房っていうことはね、でもまあドカ食いする人やったらね、はい、1房ぐらいね、僕2日で1食でだから半分食いますと、そういうことですよね。だからまあまあ食べられるってことですよね、うん、うん、食えちゃいます、はい、うますぎて美味しすぎるってことですね。そうです、はい、はい、調味料は白だし大さじ1、はい、からしとマヨネーズ、これは適量ですね、はい、お好みでって感じになりますが、僕は少し辛めの方が美味しいと思ってます。はい、はい、で隠し味みたいな感じで、醤油が小さじ1杯ですね。じゃあ例えば、うん、からしが嫌いだよっていう方は、はい、まあ、少なめにしていただくか、もうむしろなし、まあ、あった方がいいと思います。 あった方が美味しいんですね。はい、はい、実際作っていきます。はい、まずは大根のサラダからですね。はい、はい、まあ、もうこうやって、うん、千切りっていうんですかね、はい、まあ、3から5ミリぐらいの、はい、まあ、歯ごたえ好きな、形の大きさに切っていただいて、はい、で、塩振っていただいて、まあ、10分ほど置くと、はい、右の写真のようにかなり水出ますので、はい、はい、それはさっき言ってた、うん、大さじ1の塩を振りかけるんですか。そうですね、はい、はい、でこれであの割といい程よい塩加減がついて水がガッと抜けます。そうですね、はい、はい、大さじ2分の1でもいいかな。あ、2分の1でもいいんですか。うん、まあ、大根の量にもあれば、あ、はい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 、その大根が4分の1豊かって、はい、でっかい大根やったらあれやからってことですね。はい、はい、で、もう混ぜて終わりですね。もうあの今今のね、お塩にこうつけといた大根は絞ります。あの改めて洗うとかにありますか。
ます？洗いませんね。洗わないで、ぎゅっと絞ってます。ぎゅっと絞って水をなくす。はい。はい、それで、ね、こういう塩味が残って、うん、もうそんだけでも美味しいんですが。はい。はい。でツナも、はい、あのオイル入りの方が、はいはいはい、まあ馴染みそうですね、はい、美味しいですね、はいはい、で、最後に、ポン酢ですが、はい、まあ、はい、混ぜてもいいですし、はい、食べる直前にね、はいはい、お好みでよくあかけていただいても、はいはい、いいと思います。ついねマヨネーズかけそうになりますねこれもツナをね、はい、見た瞬間にマヨネーズ使ってしまいそうな恐ろしいなって今私思ってしまいました。まあ、これ、はい、あのまあぶり大根のサラダバみたいに考えていただければいいですが、はいはい、割とこう魚と相性いいですね。はい。大根。わかりました。じゃあそういうふうにポン酢で仕上げると、はい。そうですね。はい。はい。わかりました。で続きまして、はい。はい、ブロッコリーのブロッコリーね。はい。はい。まあ、これ茹でるだけです。うん、もうそのまま、まんまです。はい。なるべくね、ちょっと小さい小房に、うん、切り分けていただいた方がいいと思います。はいはい、大きいままだと、はい、味が馴染みづらいっていうのはありますね。はい、わかりました。はい。はい、硬さもね、うん、お好みの硬さにしてください。はい、僕は少し柔らかめに茹でます。うん、まあ、サラダにね、使うんだったらちょっと柔らかくてもいいかもしれないですね。はい、はい、そして、はい。はい、いり卵ですね。はい。うん、あ、いり卵やったんですか？はい。私もてっきりね、はい、ゆで卵や思ってました。違います。違うんですね。はい、はい、まあ卵、はい、3つ4つと、はい、はい、あれですね、白だし大さじ1。白だし、あーそうですか、はい、はい、これだけ混ぜて、はい、で普通にゆで卵を作る。そうですね、はい、うん、まあゆで卵じゃないだけ楽ですね。そうですね、はい、はい、あれもどこから始まって見たりとかね、うん、しないといけないんで、はい、はい、それでは本当に終わりです、うんうん、冷ましておくだけです、はい、はい、で粗熱取れたぐらいで、はい、はい、ボウルに入れまして、はい、でまず先に卵だけ味付けちゃいます。はい、はい、はい、卵に、はい、まずマヨネーズ、はい、それから醤油、醤油、からしですね、からし、はい、入れて、まあ、よくここで混ぜてください。はい、はい、うん、で、まあ、ここで味見てもいいですよ。はい、はい、はい、それがそのままこのサラダの味になります。あ、そうですか。はい、はい、うん、なんかあのお醤油がね、卵に染み込み、ぐっと染み込んでいくんじゃないかっていう心配があるんですけど、まあ、さっと混ぜてください。はい、わかりました。はい、はい、で最後に、はい、ブロッコリー入れて、はい、和えたら終わりですね。もう簡単やないですか。はい、はい、でこれ少し冷蔵庫入れて、はい、置いて、はい、そうするとあの味がブロッコリーの方にも馴染んでいきますので、ね、はい、なんか普段ねお弁当持って行かれてる方なんか、うん、メインの隣にね、はい、ちょっと添えたりするんで、まあ、そうですね、黄色と緑で色彩りもね、はい、いいですので。そうですね、はい、で、もう以上です。もう終わりです。はい、はい、はい、まあ例えばこれに合うね、はい、メイン料理って言うたら、はい、何ハンバーグとかですかね。何でもいいですよ。何でもいい、はい、和食でも洋食でもいいですね。はい、はい、美味しそうですね。やっぱりこのブロッコリーの方は、はい、ね、はい、お花見でも持っていきますので。あ、お花見違いましたっけ。あ、違いましたっけ。お花見に持っていくんです。クリスマスの料理。あ、そうなんですね、はい、あれでしたっけ、うん、先生が私としたことあるんでしたっけ。あ、そうですね。そうです、そうです、そうです、そうですよ。思い出しました。はい、はい、うん、で、あのツナの方は花見じゃないかなと思います。はい、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 そうですね、きっとね。はい、この卵とからしマヨネーズ、はい、すごいブロッコリーに合います。はい、はい、めちゃくちゃ美味しいので。じゃあ、あの例えばね、うん、キューピーからしマヨネーズ、あれ多分ね、からし感が薄いですね。じゃあ、あれを、めんどくさいな、もうあれ使って、もうちょっと使ってもいいです。でもいいですけど、はい、もっとこうちゃんとからしの味が効いてる方がいいなっていう方は、はい、普通にやっぱりからしを入れた方がいいよってことですね。まあ、他にも菜の花とか、うんうん、ブロッコちゃんと近いようなお野菜と、はい、ね、菜の花と黄色なんかね、はい、まあこれはほとんど同じだと思いますけど、ほとんど一緒です、見た目も、うん、まあもう春全開ですよ。そうです、はい、いいですね、なんかミモザ風って感じで、うん、はい、で、まあ僕ね、ブロッコリーの料理の中でこれ一番好きですね。どうしよう。キヨさん、ありがとう。ありがとうございます。ブロッコリー買い置きがあるので、早速ね、そう、お家にある材料でね、できますからね。
いいと思いますよ。ゆで卵もね、まあ、先ほど先生おっしゃったように、ゆで卵を作るより全然楽です。そうなんですよ、ゆで卵って結構やっぱ気使いますからね。そうなんです、だからそういうのでハードルがね低い作り方やなと思いました。これ本当バクバク食えますね。まあまあ健康にもいいですからね、あのあれは、あのブロッコリーはね、ただちょっと卵を気にしてる方はちょっとわかりませんけど、大丈夫です。大丈夫だと思いますよ。はい、ということでした。はい、皆さんも、簡単ですよね。簡単なんでね、ぜひ他の料理の付け添いに、そうですそうです、作っていただいてもいいと思います。はい、ということでした。はい、ありがとうございます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。